仕入れるようにしているということです。このカレー店、新潟市で一昨年開業し、現在市内には6店舗あります。社長の菅野祐樹さん、コスト削減を突き詰め、消費者に安い価格で料理を提供していきたいと言います。まあ予想を上回ってですかね、もう反響だったんで、ね、ちょっとびっくりはしてますが、景気が回復してるとはあまり思ってなくて、もうお客さんは安くてそれなりのものを求めるんだなっていうのが結構実感としてあって、お客さんのね動きっていうのを注視していきたいところでありますね。個人商品に勢いが見られない中、マイナスとなった GDP。 これについて今日認識を問われた安倍総理大臣は、ファンダメンタルズは良好であり、その状況に変化があるとは認識をしていない感じであります。